英雄帽、英雄帽はあのゴロゴロ転がるやつがいて、これは普通に、ふんぼ、え、このまま性別節減の地下骨、前見えないのやめてくれよ。おお、晴れた晴れた、よかった。一応回復して、3万後でな。ここでやられなければあの3万は回収しに行ける。場所どこだっけ？焼き兵。あ、どこだ？あっちの方。え、そんなとこで？あれなんか出てないね、あのアイコンが。消えるの？まあいいか。行くぞ。上に中、うわ、どうなんだろう。聖なる内刀とかあった方がいいかな。いた。家庭なインプ。指が有効だ。しかし穴。こういうやつ？ああ、で止まるのか。矢とか撃てば止まる系なのこれ。赤城のショート棒。どれがいいんだろうな。軽いのがいいね。あ、こっちのが重いんだ。これずっと持ってるやつだよね。まあ、これでいいか。いや、普通の矢でいいです。あ、間違えた。ん？こうか。これでいいのか。楽だね。なるほど。本当はこれでこう避けていくんだ。左に注意。なるほど。なんか今いい感じで突進してなかった？あ、爆捨て？あ、こういう、なるほど、ヘリ系でやってたことできんだ。これでできそうだね。なんかね、上登れるし、そっちの奥の手前向いて爆捨てして即っていう、この月が出るのちょっとかっこいい。上に行けそう。ノー、何でもいいからショックに反応するんだ。ここじゃない。うまっと、マジかよお前。びっくりした。どうしてくれよ。切る切る、避けて、あ、うん、リーチ届くね、これ。連撃途中でバックスで避けて、で、すぐ踏み込みで攻撃できるんだ。後ろ転がり回避じゃなくて、バックスでちょっと使ってみようかね。なんていう今更の話。かっこいい。いいね、当てたい。普通のやつだとどうなんだ？なるほど。まあ、踏み込みギリにはなるんだ。強敵、罠があるって。いやー。
なんか撃ってきてんな。骸骨？うわ、インプか。うお前どっから来た。びっくりだわ今のは。その辺は記憶されるんだな。うわー、かっこいいなこれな。無駄に使ってしまいそうだ。一回インプおびき出して、どこにいたんだ。あ、上そこにいるわ。来い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 、こっち来い、こっちゃ来い。あれもやべえからな。来い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 、そう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 、それ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 、来ちゃう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 、やっば、来れるんかい。頭ぶつけるでしょあなた。それやべ、ちゃう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 、来ちゃった。おかえり、お帰りなさい、お家へお帰りなさい。やばそう、やばそう、やばそう、ちょブヘー。無表情で叩くんじゃない。あるんだ。あれさっきなかったよな。ここ用か。ボス用だ、これ。当たった、今。当たったわ。どうしよう。とりあえずインプを片付けねえと。あんまり当たんねえなあれな。インプよ、ノーコンかインプよ。おいよいよいよ、さあやるか。気づくこれ。怒った、めっちゃ怒った。食らうんだ。
うやばい。いやー、足元残る系マジやだな。なんか出たな。あ、血痕とあれの違いか。難しいな、爆捨てとっさに出ねえわ。あー、範囲広いな。頭ぶつけんでしょあなた。首の動きがやだ。設置やめる、設置やめる。どうなってんのこれ。当たった。100って、100って。ヘッショヘッショヘッショ。53、69。さすがにきついな。あれのタイミングわかんねえな。範囲広いし、横歩き避けれない。避けれるわ。よし、で向こう行ける。逆側も、あっちもなんかあんねえ。また複雑なのかなここ。うわ、右に注意って書いてあったけどさ。なんだ、うん、いたいた、奥にいた。めっちゃ減るな。いや、あの踏み込み切りがね、バックステ以外から出せたら相当強いんだけどな。うわー、道複雑。しかもなんかありそう。なんか今見えたな。これ英雄棒に似たやつじゃないの。カキンカキンっつって、これどっかで見たね。このこいつも、それこそなんだっけ、あのマレーだっけ。マレー家のあれじゃない。そう、これソウルかな。マレーとかいうのいなかったっけ、どっかに。その城になんかいた騎士じゃない。またまたぶつぶつ。反応早すぎだろ。うわ、連撃がお前多いな。恐ろしや、凍ってる。もうもはや道が分からん。
組。これ出すと横に打ってくれるやつ？そうだね。じゃあ逃げて、何がいいの？ドブ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 。めっちゃ有効、めっちゃ有効。最高じゃないですか。ありがとう。お役目終了です。危ない、ちょっと構えなくても撃てんだこれ。ロックすれば当たるってことか。慣れてないね、弓矢の使い方に。でもこれあるだけかな、これあるだけだな。まあフンボはみんなそうか。特に終了。降りていいのかこれ。いやマジ道が分からんので戻ろう、普通に戻ろう。で逆側、上行ってもいいのか。逆の道もあったよね。しまった。じゃあ上行くか。逆の道まで行ってないので、わお。スイッチが入った。微妙にタイミングがずれんだよな。うわ、早い。うん、やだな。帰ってく？帰ってかない。帰ってく。どうやって歩いてるんだろう。いやー直撃。やばい、こっち見てる、こっち見てる。おせー、首がやばい動きしてる。これは戦技あんま意味ないし、早い、遅い。やりにきいなこいつ。いやー、いやー届いてないぞ。いやもう戦技ねえからな、あ意味ねえからな、あんまり。お、バリア剥がれた。あ、バリアじゃねえんだ今。いやーきつかった。これなんだろうね。インプの頭長老、
妊婦の頭シリーズがいっぱいあんだな。猫、狼、亡者、長老、神秘が増える。神秘が2増える。まあ、これ神秘8増えるんだ、この銀雫ね。知力、持久力、信仰、神秘。いろいろあるね、なんかね。一回戻りたいね、これね。戻るルートが万人も復活するのかな。あぶねえ。うまっちゅ。しゃがんでいたせいで。逆側ですね。どのくらいルーン落としたんだろう。痛い。うわー、無駄に食らった。またで右側あれの、やばせ、忘れさ。いやー、違うのよ、ここじゃなく上にいるんだわ。来い、どこに出んだっけ。まだいるんだっけ。復活？万人。復活だわ。あいつマジ。やり直しか。インプどうにかせんと。ああ、やられてくれた。こうタイミングわかんねえんだよな、微妙に。うわー、やらしいな。ちょっと待って。こいつすげえやだ。くらう、なんだこれ、ジャンプか、ジャンプかもしんない。遅かった。俺まだルーン回収してないんだが。無視するという手もある。で、俺あっち側にルーンなんですよ。で、逆側ね。どうなったあいつ、どっか行っちゃったみたい。うわ、これちょっと待って、7個使ってる、すでに。来た。4体いたのね。
いや、何もねえなんてことはあるか？いや、行き止まりっぽいな。え、逆がルートだったの？向こうがルートか、そっか。上をご商覧あれ。なんかあるあれ。なんもないよね。貫通はしてるけどみたいな感じだもんね。上も乗れなかったよね、これ高さ的に。やっぱこっち進むしかないのか。また出るぞあいつ。いてーよー。下がってく下がってく。その奥はあいつがいるだけなんでしょ。え、これは？やべ。ガードがそれなんだね。え、行き止まりだったよね、ここ。俺の知らない何かが。隠されているのだろうか。霊気に注意。まっちょーん、行って一撃行って。うおー、凍っとる。あれに乗ってさらに上行く、上に行くのか。逃げるんじゃねえおめ。っていうことか。これさ、どうやるといいんだろう。これか。あー、で開くのね。オッケー。なんか帰りやすい道ねえかな。これで降りんのか。帰ろうぜ。とりあえず祝福のとこまで無理やり帰ろう。空いてるわ。いや無理だよね。ルーンは7万ある。いやでもレベル上げるほどはねえ。瓶が11しかないのでさすがに無理でしょ。またあのインプに食らいそうだけど。インプも強えよな。弱くはないよね、やっぱ。ずーっと弱くはない。
いくぞ。12、2。ちょちょちょ、なんでやねん。どこから来るんだっけ、次。左だっけ。で、そこか。よし、じゃあ行くぞ。ボスなんだろうね、ここ。祈祷を捧げよう。そうなの。まあ、あのローデールにあったね、なんかその怪奇性原理使ってやるであろう場所やってないからな、俺。誰？脱いだ。腐敗してる。これいたよね、外に。やべ、ワンタンで半分だ。終わってしまう。終わってしまった。終わる？次出る？終わったわ。腐敗した墓守のマント、投げ捨てたやつだ。腐敗シリーズの人はさ、もう一人いたよね。斧持ってた人。大斧、これか。腐敗した大斧。待って待って待って、スズランもらって終わり？スズランもらって、あれ、ここってそのあれはもらえないのか。あとマントもらっただけか。マントって鎧？これだ。ゴワゴワとした厚手のマント、その赤い腐敗に蝕まれたもの、地下の墓守の証。だいたい落ちるわ。まあでも重量軽いからしょうがないのか。ああ、裸にマントか。了解した。まあこれでいきましょうね。よし、まあそんな感じだな。これここ終わりだよね。この辺にもいるんだ。じゃあここがやっぱどう見ても怪しいのよ。なんかあると思う。どうやってくんだ俺。やっぱこっからなの？あの扉を開いた先？いやでもこれ無理だよね。なんか絶対必要だよね。